大鉄松山駅のゼロキロポスト淡水が右岸上と大関係右岸をつなぐ花江橋。路上には街灯と茶色の標識、路面には橋へ誘導する青い標識がある。東園市、大谷区と流タンクを結ぶケース大橋方面の標識。平東県内一線上の二輪車レーン、公園鍵大学にある鉄売機端、ソ花航路の標識監視前1号線は、 台湾の本島を一周する第一線と第九線で構成される貫島航路を基本にいくつかの一般衝動、剣道、サイクリングロードで形成された総延長 968km の自転車道。練習曲のヒットにより自転車貫島がまず若い世代でブームとなり、これに触発されたジャイアントマニュファクチャリングの創業者。 劉金氷が73歳時に自転車による監島を達成した。これにより自転車監島が世代を超えて広がるようになる。監島1号線はそういったブームの後押しや安全性向上、観光需要のさらなる喚起のために行政主導で整備された。中華民国交通部に言う研究所によると、 この専用道で自転車による一周には、最短9日程度が必要と試算されている。このルートが完成する前の西武ルートは、大型車の通行量が多い第15線、第17線、第61線をベースにしており、危険度は高かった。交通部が主体となって、道路網の整備や台湾鉄路管理局は、どこを起点にしても途中離脱、途中参加がしやすいように、 自極路線の指定駅で鉄道との連携強化、駅構内のスロープ、列車内の固定装置、駅舎に補給、レンタル拠点を設置を図り、オンライン上でのデータベース構築、ルートの自作も可能な電子地図、スマートフォン向けの情報提供など、横断的に進められた。河川敷路面のヤバネキ村の道路網である複数の小道には、 従来から二輪車専用レーンを設けられていたが、主に原動機付き自転車向けであり、各県市に散在していたものを、各地方政府と航路総局、交通部観光局の協力で完成した 968km の本線と 235km の監視線を合わせた 1203km が整備されている。ここに茶色ベースの専用の標識や、 路面の指示線などを増設して、実月単や国立呼吸博物院南部インクなどの知名度の高い観光地へのアクセスも可能な監視線を含めている。監視線は2015年時点で12カ所、2016年中にさらに5カ所が設定される。台北市の大鉄松山駅の地上には0キロポストが設置されている。 関島1号線はサイクリスト向けに約 20km ごとに122カ所の補給地点が設置されている。沿線のコンビニエンスストアであったり、台湾鉄路管理局の駅、海岸巡防署や発出所の警察施設、学校施設、観光地のツーリストセンターに併設されている鉄場駅間と呼ばれるサイクリングターミナルがその役割を果たしている。CRS では、 引用可能な給水器やタイヤの空気入れ、休憩スペースが確保されている。時計回り、半時計回りどちらでも、標識などが整備されているため選択は自由だが、台湾はキープライトであり、海岸線を走る際により海側が近くなることや、台北起点の場合に初日から、急峻なコースを避けての半時計回りが、推奨されている。ジャイアントが、自転車文化伝道の一環で、 日本の島並海道サイクリング支援に乗り出すと、台湾でも渡航先として人気が高まり、景色や名所だけでなく路上の矢羽やブルーラインも注目されるようになった。関島1号線では目線より上の看板標識は従来より完備されており、路面のサインについては、河川敷の自転車道などではすでに島並海道の矢羽同様のものはあったが、 自動車との共用区間では当初は四輪車レーンと二輪車レーンの区切りとなる白線だけだった。逆走防止効果への期待や市街地の二輪車レーン内で大量のスクーターと同居する台湾独特の自転車事情を反映し、交通分油研究所が島並海道の事例考察を行った上で台湾に逆輸入されることになった。ヤバネやブルーラインは2018年以降に 島並海道のものを踏襲するものが本堂では、台南市などで試験的に導入され始め、全区間への展開が期待されている。関島ブームの高まりを受けて、ジャイアント参加の早安特旅行者主催で、毎年11月にチームで9日間かけて台湾を一周するイベント、台湾自公社説が開催されている。2017年には、女優の人とタイも、 日本から参加している。キールンを起点に、半時計回りで記載する。キールン市を起点に北西部海岸沿いに、野流風景特定区、白砂湾、淡水区、赤戸八陸を経て、第61線で、新築し、か山区に至る。赤戸淡水が右岸自行車道から、大稲関島一号新見世系右岸自行車道。 ヘキタン炭水が左岸事故車道台北橋第1線当前提台中下1、新カルタスヒ液体三線、東方事故車緑老第3線第3オツ、台中液体三線、キリムイネクタイ中4オツ、県東139号八ケアマッスヒクタイ線、関島一号台1第1線第1平台14、平台14整体、21整体16線、 第3兵第3戦第1戦第1、兵内栗県通り、大空鎮、旅行開封時高車道第61戦、マイナス中、1 4戦マイナス中、7戦第61戦、第17戦西浜大橋西浜大橋第17戦、第61戦口子第17戦浜海峡、第17戦第28戦第1戦、火吉駅。 高手市第18戦国立呼吸白布ツインナップインク県道168号、第61線西へしゃげみやび大道第17線、第17線関湾事故車道第17線、高尾森区第28線第27線、県道185号県道187号、法両橋第1線高尾森区第27線、第17線白愛一路第1線、 大鳥山法領第1戦第26戦、剣道199号から余恵計温泉、ボタン水小言武器峠第9戦、第26戦兵152、国立海洋生物博物館兵153、第26戦、第26戦根テガランビタイ第26戦、剣道20 5剣道199号剣道199号第9戦、 第11線東部海岸国家風景区第9線、台東駅南浜公園第9線、可連駅第9線、県道19、三号三穂駅第11平東小自故車道、両端自故車道、可連港第9線、第9線、ラ・ーズマギラン、小径第2カノエ第2線から水市港第2線から、冬山賀自故車道から、新水自故車道第2線、 第2戦国立海洋鍵博物館キールン氏、ありがとうございます。